です。小学校の子供に教えておきたいお金の話まとめ編です。詳細編は別の動画で解説しています。ではいきます。生きていくにはお金を稼いで経済活動をしないといけません。経済活動とはお金を得るということ。お金を得るには実働、労働による所得と不労、労働しないで得る不労所得があります。両方とも車の両輪であり必要です。車の両輪をうまく回すポイントは、労働を時間給として測るのではなく価値提供と考えること、そして投資という考えが絶対に必要となります。投資とは将来価値が上がるであろうことにお金を使うことです。自己投資とは自分が希少性の高い人材になるために自分にお金をかけて学ぶことです。ですから投資は絶対にケチったらダメ、成長しないどころか衰退します。お金を上手に回していくモデルプランを提示します。まずは周りに価値を提供し喜ばせて旗を楽にするために実動をします。そこにバビロンの教えを取り入れて実動で働いたお金の7割で生活をして残りを将来への投資に回すということがポイントです。将来価値を上げることに分配するお金を仕組みとして確保するのです。そこで初めて人生という車の両輪がうまく回って進んでいくんです。お金の知恵を学び、今述べてきた習慣、流れを子どもの頃から身につけ、社会環境や時代がこれから大きく変化したとしてもこの知恵さえあれば生き延びていくことができます。ではまた続きやります。バイバーイ。